ゲリラ雷雨の実況はいかがでしょうか。はい、現在ですね、関東それから近畿というところを中心に、ゲリラ雷雨が発生しているような状況になっています。はい、はい、まずは関東エリアから見ていきましょうか。ではこちらは15時20分までの1時間、皆さんからいただいている天気のリポートです。まあ、晴れているところもだいぶ多いんですけども、その中で激しい雨のリポートが届いています。雨のリポートだけ抜き出してみると、こちらですね、現在栃木県内それから東京都内というところがメインといった状況です。レーダーの方を重ねてみると、こちらの方ですけども、まあ、小さい雨雲が発生していて、この雲の方は発生エリアとしては少し東の方に移動していくかなといった状況ですね。はい、ですので栃木県内のものに関してはこの後発生エリアとしては茨城県内に入ってくる、東京都内のものに関しては今後千葉県内に入ってくるといった状況となりそうです。はい、また東京都内に関しては多摩のエリアの方でもですね、また新たなものが発生する可能性があるので注意をしてください。はい、で続いて西日本の方に行きます。近畿を中心としたところになります。こちらも全体を見ていくと比較的晴れのリポートも多いんですが、まあ、そんな中で激しい雨のリポートが届いているといった状況ですね。はい、兵庫県から京都府内、それから滋賀県内にかけてというところで、まあ、雨雲の方が発生しているような状況となっています。はい、こちらの方はちょうど瀬戸内海から入る風の流れ、日本海から入ってくる風の流れ、伊勢湾の方から入ってくる風の流れがあって、ちょうどこの辺りでぶつかり合っているような状況となっています。はい、関東のものと比べると比較的ですね、発達している雲の方が、まあ、列をなすような状況となっていますので、まあ、同じところで関東と比べると降る時間が長くなるかなといった状況となっています。はい、でこちらの方ですけども、実際に雷の発生状況を見てもらうとですね、それぞれのエリアでは雷が発生してますので、この後目先3時間程度は少なくとも、こういったゲリラ雷雨が発生しやすい状況となりますから、警戒をしていただきたいと思います。はい、この後も急に降る強い雨や雷に気をつけてお過ごしください。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからも確認することができます。